いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回も面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずは新アイテムファイアワークスフレアガンいきましょう。撃つと基本的にはフレアガンとほぼ同じ性能。後で違いを説明します。上に撃つと敵がマークされる。マーク時間は15秒。そして上空に花火が上がる。さあマークされる範囲はまず 60m で撃ってみる。マークされない。続いてフレアガンの最高範囲である 59m で撃ってみる。結果はフレアガンと同じ、マーク範囲は 59m。 例えばロッキーの真ん中から撃った場合、ほぼ全域にいる敵をマークすることができる。天空から撃ってみる。59m 以内だったら上空は無限にマークされる。当然天空にいる敵もマークすることができる。ゴミ箱なんかの隠れられる場所でもマークはされるのか。これもマークされる。さあ直接当たった場合のダメージは、直接当たった場合60ダメ。燃え広がり検証いきましょう。フレアガンと同じく当たれば燃え広がる。さあここでフレアガンとの違いが、真上に撃つとフレアガンだったら火の玉が落ちてくるが、この花火フレアは火の玉が落ちてこない、なので燃えない。もしかしたらバグの可能性もなくはないと思いますが、今はこういう状態。じゃあ直接敵に当てた場合も燃え広がらないのか。この場合は燃え広がる。真上に撃っても燃え広がらない。これがフレアガンとの違い。さあボックスはどれくらい燃えるのか。だいたい3段くらい燃える。平面だとどうなのか。平面はだいたい9マス分燃える。宝箱や弾薬箱はマークされるのか。アイオスキャンではないのでマークはされない。敵、NPC、動物がマークの対象。以上がファイアワークスフレアガンの基本情報です。続いてバターバーンが変化。ログジャムと同じくマッチの度にランダム変化となった。一つ目がネオティルテッドバージョン、二つ目がコーラルキャッスルバージョン、そして三つ目がコロッサルバージョン。コロッサルバージョンにはピーリーのあの像がある。さあそして気づいてる人もいるかもしれませんが、これガソスタがネオティルテッドの時にしかない。車でガソリンを入れようと思ってもその他のバージョンでは給油できないので注意。続いてジョンジーズ西の遺跡にも根っこが生えてきた。ここもおそらくランダム仕様になる前兆と思われます。以上が今回確認できたシークレットアップデート情報です。
続いてリップソーランチャーを転がる岩に打つと早く転がるらしい。あ、そういえばリップソーランチャーも宝箱や落ち吹きでゲットできるようになってますね。7月5日までこの状態が続くみたいです。早っ。思ってたよりも早い。これの岩に当たるとダメージは何度かやってみたんですがノーダメ。建築だったら結構壊すのでは。これも何度かやってみたんですが途中でランチャーが外れちゃうのでうまくいかない。まあこの動画を見てない人にはかなりのハッタリになるはず。お次はハープンガンだとダース・ベイダーにガードされないらしい。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上若ゴリでした。バイバイ。おつぐり。おつぐり。